マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。以前は少し食事量を減らしてみたり、またちょっと運動すれば痩せていたのに、40歳過ぎたあたりから全然痩せなくなったなんてことないですか？そこで今回この動画では40歳過ぎてから痩せるために必要な食事法がわかるんです。もしあなたが年だからもうダイエット諦めてますと思っているようでしたら大丈夫です。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。40代から50代の女性の方必見、綺麗に痩せる食事法3選お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ40代過ぎると太ってしまうのでしょうか、その理由と、2つ目、綺麗に痩せる食事法3選、具体的にお話ししてまいります。では1つ目の項目です。なぜ40歳を超えたあたりから太り出すんでしょうかということで、その具体的な理由3つあります。1つ目です。腸内環境が悪くなるからなんですよね。これはもう本当に悲しい現実なんですけれども、年齢を重ねていくとですね、今まで通り過ごしていたとしても腸内細菌のバランスが崩れていきますよっていうエビデンスがあるんですよね。どういうことかというと、デブ菌です。悪玉菌がなぜかですね、年を取るとどんどん増えていきますよっていうね、そういう状態になってしまってるんですよね。だからこそ放っておいてはいけないわけです。そのために必要な腸を整える活動、腸活の具体的な方法を私はこのチャンネルでお伝えしています。もうぜひご活用ください。それはこれが終わってからご覧くださいね。ということで、40を過ぎるとですね、どんどん悪玉菌が増えちゃうわけです。そこをなんとかストップする必要があるという食事法をお伝えしますね。2つ目です。こちら、基礎代謝が落ちていくって、これいかがでしょうか。感じることないですか。もうね、なんでって、同じことをしてるのにもかかわらず、なんでこんな太るのって、変わらないのって思うこと増えてきませんか。それはもうね、誰しもが通る道ですよね。年齢を重ねる、そうすると基礎代謝が落ちる、筋肉量が減る、どんどん結局食べたものをですね、燃やす力が減ってるわけですよね。ですから20代30代と同じような食事の内容、量、運動量を続けてたって、それは間に合いませんよってことですよね。そこがポイントです。なので私たちはこの基礎代謝をいかにこれ以上ですね下げないようにするかって、その食事法を気をつける必要があるわけですよね。そのことについて後ほどお伝えします。3つ目、自律神経のバランス崩れてませんかっていうことです。いかがですか。40代50代の女性って大変じゃないですか。例えば私のクライアントの方ですね、ご自身もフルでお仕事もする、ご主人様お子様のお世話はする、そしてどうかするとご両親ですね、親の面倒を見ている、例えばあそこに連れちゃったんねとかね、お薬を取りに行ってくれんかいとか、買い物に連れててくれとかね、いろいろ頼まれる、病院に行っていろんなお洗濯物とかを買える、そういったね、プラスアルファの介護というお仕事が入ってませんかに、プラス加えて年老いたペットの世話までしてますという方もいるぐらいですよ。もう一人何役あるのっていうぐらい、40代50代の女性って子育てと介護と仕事ともいろんなことがですね、一気に押し寄せてませんか。そのことでストレス溜まってませんか。ちゃんと寝れてますかってことなんですよ。でそういったことが続く年代にイコールですね、やっぱり閉経とかホルモンのバランスもそこにとどめを刺してくるわけですよね。もうどうしたらいいのって思いませんか。なのでいろんなことがご自分では気がつかない間に、かなりこの自律神経のバランス崩れてます。で崩れてしまうとですね、内臓がうまく動かないんですよね。そうするとますます代謝が落ちてしまって、痩せるホルモンも作れなくなってしまって、バランスを崩してどうかしたらうつ病とか病む方もいらっしゃいますよね。で往々にしてそういう方は便秘の方が多いんです。便秘になるとうつ病になるんですよ。こういったエビデンスもあります。データがあるんです。
それぐらい腸内環境とその自律神経、まあ、イコール太る、まあ、これが全部ですね実はつながっているんですよということ、そこをクリアするために必要な食事法がありますから、ぜひこの後最後までご覧くださいね。では2つ目の項目です。綺麗に痩せるための食事法3選ということで、私も実践している食事法を具体的にお伝えしていきますね。まず先ほどの問題点ありましたね。この1つ目、腸内環境が悪化する、ここをクリアするための食事法がこちらです。毎食発酵食品食べましょう。もう簡単、難しく考えなくていいんです。もうこのまんまをね食べれば大丈夫です。まずは味噌汁、納豆、ぬか漬け、キムチ、ヨーグルト、まあ、チーズもそうですよね、まあ、こういったものをですね朝昼晩上手に取り入れていきましょう。それだけでここでお伝えした悪玉菌を抑えて、逆に痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができるんですよ。では食事法の2つ目はこちら、タンパク質です。でここでお伝えしました、基礎代謝が私たちどんどん下がってるんですよ、筋肉量が落ちてるんですよとお伝えしました。もうそれ以上筋肉を落としてはいけません。そのためにどうしたら良いのか、タンパク質です。これをしっかり食べることで筋肉の元をキープして、それ以上落ちないようにしましょう。例えばこのタンパク質効果ということで、実はですねその筋肉つけようと思って運動だって思う方いますが、運動の前にタンパク質ですよ。なぜかというと、そのお腹空いたまま運動してしまうとどんどん筋肉分解されてしまいますね。ですから必ず運動する前は、まあ、日頃からですよ、タンパク質を摂ること、そうすることで筋肉の分解を防げるし、しっかりとやっぱり事前にね防止しておくってことです。ただしタンパク質であれば何でもいいかってそうではありません。40代過ぎた女性におすすめのタンパク質はやはりこちら、大豆製品になるんですね。その理由はこちらです。まずは腸内環境が整う、そしてイソフラボンが豊富だからです。これは私たち女性ホルモンですね、エストロゲンに似た働きをしてくれるのはこのイソフラボン。ただまあね、30、40、50となっていくとこのエストロゲンがもうどん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 なくなっていくわけですよね。そこをしっかりと補ってくれるのがこの大豆製品だからなんです。またね、食物繊維も豊富、高タンパク質の低脂質でオリゴ糖も入ってますから、ますますこのね腸内環境を整えてくれるんですね。そしてコレステロール値も下げてくれたりとか、ほんとねタンパク質ってですね食欲を抑えてくれるんですよ。だから逆にお野菜ばっかり食べたって痩せません。なぜかというと食欲が収まらないからですよ。野菜ばっかり食べたってタンパク質取れませんよね。なので痩せたければ、しっかりと代謝を上げたければ、タンパク質です。でそこでおすすめは大豆製品ですよってお話ですね。では3つ目の食事法は、体温を上げるものを食べましょうになります。こちらでお伝えしましたね、私たち女性もう大変、自律神経のバランス乱れてストレスいっぱい、そういった方はですね毛細血管がギューッと収縮してしまって、血行が悪くなってですね、血行不良になってるんですね。そうすると体温が下がってしまいます。要は巡りが落ちてるわけです。そこをしっかりとこの食事法で底上げしていくと、結果基礎代謝が上がって痩せることができるということになるんですよね。ただし本当の体温ってすごく大事です。体温が一度上昇するだけで、なんと代謝がですね 12% もアップするんですね。でまた血流が良くなって、その結果免疫力もなんと 30% も上げることができます。結果ウイルスにも負けない体作りができますよってことですね。ではここから具体的にどうやったら体温が上がるのっていう、その食材をお伝えしていきます。こちらです。温熱性の食材ですね。要するに食べると体が温まるものですよね。これとは逆に冷やすものとか、冷えもしない温めもしない中性のものってこう3種類あるんですが、今回はここに特化したお話なので、この温める食材だけご紹介したいと思います。まず1つ目、生姜ですね。これすごく大事、もう代表的ですよね。体を温めたいなら生姜ですって言っていいぐらい生姜とっても大事ですので、ぜひ上手にドリンクだったりお料理だったり取り組んでください。そしてまたシナモンもそうですね。シナモンも簡単、あのドリンクとかね、ちょっとこうデザート系パパッとかけるだけでもいいですよね。
そして鶏肉そうです、エビもそうです、長ネギとか黒砂糖などなど、こういった食べるとお体がポカポカと温まる要素があるものを上手にですね、バランスよく朝昼晩取れてるかなとか、1週間に何回食べたかなとか、そんな状態で OK です。まずはできるところからスタートしてみましょう。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、40代50代の女性に必要な痩せる食べ方ということで、食事法3選お伝えしました。どうしてもこの年代が抱えるポイント問題点をお伝えしましたね。そこをクリアするための食事法3つ、あなたができるところからで大丈夫です。ぜひ私と一緒に取り組んでいきましょうね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またたくさんコメントいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。